これね、最初のね、喉が痛いんですよ。喉がすごいイガラっぽいんですけどね、作りましたんで喋りますけどね、一番最初にコータオートバイが、ね、このホンダの、単気筒のフォーサイクル空冷単気筒の、ね、GB250、ね、GB400 っていうのもあったんですけど、これは250なんですね。これね、クラブマンっていう愛称がついてましたよ。クラブマンレースね、60年代レーサーですかね、なんかわかんないですけどね、初めてのオートバイやったんですけどね、どんなオートバイらしいその形のオートバイが欲しかったんですね、僕一番最初ね。でオートバイらしい 形のオートバイっていうのは言うたらこれだったんですね。今思えばね、これもうちょっとハンドルが高かったらもっとね良かったと思うんですけど、結構一文字ハンドルがね、前傾を強いるオートバイでしたね。これ初めてのツーリングですよ。とにかくタンクバックだけ買うてポンとこうタンクの上に乗せて走ったっていうのが分かりますね。これね、どこに何を積んでいいのか分からないからタンクバックを買ったんでしょうね。これなんとなく覚えがありますよ。これでね、和歌山まで行ったんですよ。でこのね GB ね、まあね、このエンジンのね写真見てもらうと分かるようにね、ものすごいね、バルブがついとってね、めちゃめちゃ回るんですよ。もう上の回転っていうんですかね、急旋回転、覚えてますけどね、急旋回転以上ずっとキープして走るとね、そんなね負けないんですよ、普通単車にね。こんなに馬力あっていいのかっていうぐらいね、これあんまり遅いって感じたことがなかったですね。高速道路に行くとね、FZR のやつとかにねピャーンって行かれてね、あー力がねえなーと思ったんですけど、このね峠道とかね、山道走るとかね、街中走るのに力不足を感じたことがなかったというね。でね、血気盛んですからね、もっと軽くしようと思ってね、物をどんどん取っていったわけですね。でこうリアフェンダーを取ったりね、なんか奇怪な改造をしてね、だいぶこけましたよ。軽くしたかったんですね。軽くしたらもっと走るんじゃないだろうかとかね、いろいろ教えてくれたな、GB でしたよ。3万キロ以上乗りましたよ。でね、軽くしててね、だったらこれやないかと思ってね、行き着いたのがね、この SDR やったんですよ。これはね、ヤマハの、ね、200cc の2サイクルですけどね、水冷、これはねやりすぎです。これはね一人乗りですしね、限りなくね、このレーシングマシンに近いですよね、これね。でこの何にもついてないというね、車重もね105キロとかでしたよ、これ。で105キロでね、馬力もね34馬力とか5馬力でしょう。150キロぐらい出ましたよ、確かメーター意味で。もうこれもうめったやたらに速かった。多分ね、下りの道とかね、細い下りの道とかやったら、いまだかつて俺こいつが一番スピード出して曲がれたように思います。もう軽いんですよね、絶対的に。このメーターのねライトのステーなんか見てもね、この分かるようにね、もう軽量、ただでさえ軽い単車を軽量化的なね、レーシングマシンですよ、この考え方は。非常に置いてあっても美しいオートバイなんですけどね、物なんか全然詰めません。これ乗ってね、出雲に走りに行ったりいろいろしたんですけど、荷物が詰めないもんですからね、いつもね仲間に積んでもらったりね、シングルシートですからね、最初からちょっと過激なやつでした、こいつは。燃費がね、車重のせいかね、めちゃめちゃ良かったですね。2サイクルのくせにね30キロ超えてたというね。まあこのオートバイ踏んでね、苔の数は一番これが大きいですね。峠走り用にだんだんなってきてね、仕事でも使ってましたよ、これはね。仕事でね、鳥取県のね、米子のね、淀江っちゅう町やったかな、なんかね、淀江っちゅうやったと思います。淀江で仕事した時にね、こうね、鳥
ったやつですよ、これ。望遠鏡、望遠カメラ持ってね、頑張りましたよ。ね、まあ相当でしたね。行動でね、めちゃくちゃ出した。でね、そうこうしてね、あのみんなね、あの和田光さんはね、もうオフロ FZ400 からオフロードに進んでましたしね。で僕もまあオフ車が欲しくなったわけですね。結局ブームでしたしね。で僕はねこれ TS 買ったんですね。このハスラーはね 50cc なんですけど、あのフルサイズでね非常によく走りましたね。あのこれもね、まあ、言うなればね不満なしですよ。あのリミッターがこの当時ついとってね、60何キロぐらいしか出ないんですけどね、あのまあその山走りばっかり使ってたんでね、まあ、そんなにね気にすることなくね、そのまま走っとりました。まああのこれもようこけましたね。でも非常にあの僕をこう練習させてくれたね TS ハスラーでしたね。でも軽い、軽くてね、もしかしたらね、あのこれぐらいこの楽しさをね、あの取り返すにはね、あのセロを買ったらいいかもしれませんね。セロを買ったりね、あの XR の230とかがこれの面白みにつながってたかもしれないですね。もっとこれより楽でしょうしね。うん、思い出深い。これはカソリ氏がね、これでね、あの世界一周をやっとったんですね。もう結局あの連載記事を見てね、もうほぼこれはもうあのハスラーしかないなっていうのもあって、もう決め打ちでしたね。他のメーカーのやつはね、あのタイヤがちっちゃかったりね、いろいろしてね、あの DT もありましたけどね、今でも乗りたい TS50 ハスラーですね。最高のおもちゃでした。でね、まあバイトもバリバリやるとね、どうしてもね強烈なやつが欲しくなるわけですよ。だんだん過激になっていってね。で講談がこのね後方排気、これあの TZR ですよ。これ90年モデルの、あのこれはねこの世の中でね一番あのかっちょいいあの音のするオートバイだとね今でも僕は思ってますね。走ってるとあの峠道はね、まあ、大してねなんかこうしっくりいかんかったですね。足が硬くて俺にはちょっと実力を引き出せなかったですけど、高速道路に行くとねもうこれほどの気色良さはなかったですね。ある速度になると6000回転超えるとですね、なんかこうキーンとこう言い出すんですね、この排気音が。これ以上に痺れる、未だにない。これはね音だけチャンピオンですよ。これ本当に時速192キロぐらいまで行ってたと思うんですよ、メーター読みでね。あの180キロ超えて何にもないとこまで行ってましたからね。もうその時のあの気持ちよさね、もうあの走って走り回った DZR ですよこれ。もうこれなんかね、あの馬場さんのね RZ とね夜走りですよ。ようやってましたね、夜走りでね。あのそれこそねカフェレーサーですねこれね。夜中のね食堂へ行ってね、なんかこう食べに行ったりタバコを吸いに行ったりするわけですね。これはね多分ね石津の港ですよ、ひどいですねこれね。髪の毛もなんかこうねボーボーですねこれね。あのボーボーの髪の毛をねこうねこうブリーチしたりしてね。でこれねこれ TZR のねこのケツがねこのあの反射のね赤の反射のシールを貼り付けたんですけど、この TZR のこのケツだけねニョキッと2本出した、これ未だに残ってるんですよ。この後ろの赤いところね、思い出としてねここだけはちょっとあの掘れなかったね、思い出のね単車ですよ。カーブの途中で角材踏んでね、何事もなかったよりクリアできたのはあの TZR 後方排気でしたね。でねそっからね今度あのバイク便を始めてね VT2 台を乗り継いだんですけど、
まあ、ちょっとお金も貯まってね、このガンマを買ったんですね。 RG の200ガンマ、このね RG200 ガンマはこれ2台買うたんですけど、これ1台目、もうあのこれもね、あのバックミラーもみんな取り外してますね、これね軽くするために。これはね TS のね、あのオフ車のねエンジン積んどったね、あの単気筒ガンマなんですけどね、上があんまり回りきらないんですね。 TZR みたいにスカンと、だからそのエアクリーナーにね超巨大な穴をボーンと開けてね、空気をいっぱい吸わしてやってね、焼き付き寸前みたいな感じでね、そうするとねスカーンと上まで回るようになったというね。でね、もう常にあの全開か、全閉かでしか走らなかったのでね、怖いからガソリンにねあのツーストオイルをポタポタと垂らしたりしてね、予防策をやってたというね、悪魔のねあの女の子のシールを貼ってね、あの通称デビコちゃんでしたよ、名前までつけてましたからね。これ、この200ガンマはね実は形も好きだったんですね。真っ赤っかでちっちゃくてカウルの中がガランドーでっていう、そういう好みやったんですね。でだん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 ね、あのバイク便の仲間たちと走っててね、土地狂って買ったのはこの TZR250、 これはね SP なんですよね。これはね完全なねあのレーシングマシンでした。で実際にあのレースで使われてたオートバイをそのまま買ってね、あの買ったというね、もう最初からもあのシングルシートも F3 チャンバーもついてたというね、めちゃくちゃな代物でしたね。これはね200キロ出ました。これはねあの200キロ出たんですけど、発揮臭ってねこれ以上に乗りにくい端子はなかった。で鑑識クラッチがガラガラうるさいですしね、あの一速が高くてね、あの信号が青になって発車しようとするとねエンストするというね、あの高速道路でねあの車を全員ぶっちぎれたはいいんですけど、もう二度と乗りたくないね、あの恐るべきオートバイでね、最後焼き付いて終わりました。で今度はね、そうこれがね2代目ガンマですよ。どうしてもねあの200ガンマのねあの形がねあの忘れられなくてですね、あの買ったこれ2代目ですよ。これ同じ単車をねこう交互にね買ってるんですね。これ200ガンマ、最初の1代目はね阪神大震災の渋滞でね廃車になってしまったんですけどね、この200ガンマはほぼにまあ通勤ガンマとして、行きましたね。これはこの前あのバンペーラさんとねキャッキャ言うてねあの騒いでたあの場所ですよ、まさにここでした。よーカツラギに走りに行ってたわけですね。これ鈴木の200ガンマ、この200ガンマもね結局最後はねあの事故でね、これはね、信号無視でね飛び出してきたクラウンにのどてっぱらに突っ込んで、救急車に運ばれてね、終了しましたね。ひき逃げ犯は捕まらずというね、単車もお釈迦、悲しい出来事でしたね。いい単車でしたね。今でもこの形だけ欲しい、4ストロークでね、でねずっとね、まあ、憧れていたねこのねあのグースを次にね買ったんですね。もうボロボロのあの中古車グースでしたけどね、このグースはねあのカッチョはいいんですけどね、最初からバックステップがついとったんですね。これがあんまりよろしくなかったですね。それともうねすでにねこの低いハンドルにねもう僕のあの体が対応できなかったというの、もうこの頃からもうすでに腹が出てきてですね、あのし非常にしんどかったんですよ。まあ、つまりねこのグースを凍った時はねもうすでに僕のねあの腹筋も背筋もね前傾姿勢をね支えれる体にはなってなかったんですな。もうねこの辺でね、スピード出すあれももう終了やったって今思えばね、こうやって走り回ってね最後この天満のこの髪型って店でここで飲んだくれる、
こういう生活を続けてましたな。